聞こえる？聞こえる？あ、押しながらやると会話が向こうの会話ができます。はい、飲み物はどっちで、これをあげると、うん、こっちマイク入るので、うんうん、聞こえない。それ分かんなくてやってるの？まあ最初になったよね。分かる人にはやるんですか？喋るときはあげて喋るのね。はい、これは押します。関係ない。はい、押すのは中と通信するとか。わかりました。どこで喋るのか知らないけど。あ、それは大丈夫です。うん、JR 武蔵小杉駅より徒歩2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階にございますサテライトスタジオより生放送にてお送りしております。またこの番組はユーストリームでも同時に生配信しております。番組言わないの？ユーストリーム内ドリームキングダムで検索していただきますと、この空間が映像となってご覧いただけます。ぜひそちらでもお楽しみください。最初に番組言った方がいいよね。時代は狂わんな、うん、あ、オープニングトークで言うとこれだったんですけど、あ、すみません、うん、はい、ここにアギーさんが入っちゃった。はい、さてさて本日も始まりました、川崎 FM ドリームキングダム、チームクノワンがお送りいたします番組、時代はクノワン、イエイイエイイエイ、始まりました。はい、本日はチームクノワンから、クノワンくのわんみおがお送りしております。はい、はい、今日は初めてのラジオということで、ついに来ましたねこの日。来ました。くのわんとしては3回目ですかね。はい、そうですね、そうですね、はい、前回はリンが、はい、出てくださってましたけれども、はい、まあ、今日は花金ということで、金曜日ね、皆さん忘年会シーズンかもしれませんけれども、はい、盛り上がっていきましょう。はい、はいはい、それではですね、今日早速自己紹介を、はい、メンバー初めての方ばっかりなので、していきましょうか。はい、はい、それでは、まずはですね、長女からいきましょう。はい、はい、長女私、シンガーソングライターいつもやっております。身長170センチ赤担当の長女みまぎです。お姉さん、お姉さん、はい、ありがとうございます。はい、それでは、続いて次女。はい、ストイックが褒め言葉、身長182センチ、青担当のキリンです。おっきい、おっきい、お姉さん。はい、それでは三女。はい、時には K-POP ダンサーとしても活動している、165センチ、黒担当アスカです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、それでは最後、四女。はい、末子、だいたい細かいところのこまごました手先器を担当、山吹色ゆり子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、
今日はですねユーストリームでも配信をね生でしてるんですけれども、うん、まあ生を見てくださってる方は名札のねはいこういうふうにねみもぎはあるかなこれかなプラユーけどもはいこちらありますけれども、はい、それぞれね持っておりますけれどもはい、はい、まあ私たちユニット結成して、どれぐらいでしたっけ9月くらい、ね、もうすぐ3ヶ月ぐらいだろうそうですねもうそんなに経つんですね4分の1年はあ、確かにね確かに確かに4分の1年ですね、うんうんうん、こちらの出会いは出会いは最初は最初2人ユニコとキリンが初めてそうですよ ね, そ, うですねその後は私とねその後こうミモギの3人になって、はい、最後は私がはい、はい、突如現れました。そうですよね。はい、まあね、もともとの友達とかではなくて、これを通じて、このご飯を通じて姉妹になったと。そうですね。はい、450年のね、そうなんです女忍者の歴史を出会いました。ね、はい、そうですね。経てね、出会いました。まあ今日は初めてのラジオということで、はい、今までねラジオの経験はあるんですか、皆さん。私は第1回のにちらっと出させていただいているという感じですね。アスカはね、そうなんです。ここの3人、長女以外の1女、3女、4女は一番最初の第1回。ごめんね、お姉様。そうですか。私が実は初です。はい、そんな感じで、はい、今日はこの4姉妹ユニットミオでお送りしていきましょう。はい。はい、ではですね、クノワンミオというユニットなんですけれども、そもそもですねクノワンってなんだろうみたいな今日ね初めて、聞いてくださってる方ももちろんいると思うので、クノワン自体の紹介をちょっとここでしようかなと思いますが、はい、まあ、クノワン何でしょうかズバリゆりこちゃん、はい、クノワンとはですね忍者と折り紙手裏剣をキーワードに地方創生を仕掛けている音楽ユニットでございます。おー、つまりなんだろう、ね、音楽ユニットです。そうです、はい、そうですね、はいはい、地方創生っていうワードが出てきたんですけど、うん、まあ、地方創生っていうと、まあ、簡単に言うとですね、まあ、人口減少とか、まあ、高齢化とか、まあ、いろいろ日本でね進んでいる地域がいろいろあるんですけれども、うん、そんなところで、元気のない地域を盛り上げるべく、いろんな取り組みをしようという、はい、それが地方創生になりますけれども、はい、チームクノワンとしてはですねクノワンの儚く切ない思いをですね音楽に乗せながら音楽にとどまらずに、まあ、いろいろな折り紙手裏剣のイベントとか、まあ、いろんなことをですね仕掛けていくとそんなことを考えて地方を盛り上げるべく活動をしているというところでしょうか。はい、はい、そうですね、東京以外ではですね地方でもいろいろ公演をしておりまして、まあ、千葉あとは長野福井、石川もそうですね、そう、はい、そんなところで公演したりしてますね、はいはい、じゃあ来年ですね、来年は何をするのかっていうのはですね実はもうちょっと決まっていて、まあ、日本の良さを地方だけじゃなくてもちろん海外の人にも知ってもらわないといけないの で、ね、まあ、東南アジアとか、アゼルバイジャンとか、どこだとね、そんなところに、公演をしに行くべくですね、はい、今準備しているというところでしょうか、うんうんうん、アゼルバイジャンどこ。カスピ海のそばですね。ああそうなんだ、カスピ海のそば、カスピ海のそば、イランとかの近く、うん、それ以上わからないね。なんか第二のドバイって言われてるらしいですよ。あ、そうなんだ、お金持ちの、あ、そうなんだね、そうなんです、そうか。でクノワンとしてはですねミオの他にいろいろなねユニットが、まあ、いまして、はい、でユニットの、まあ、数はじゃあどれくらいいるのかな。とユニットとしては7チーム、うん、でソロ活動してるクノワンもいるので、うん、それが4チーム、はいはいはい、4組だいぶできてきましたね、合計ね、すごいね、22人もいるっていう、うん、すごい、だんだん大きな、お感じになってきています。はい、そうですね、こんな感じでいろんなユニットがいる中で、うん、アスカはね、そうなんです、実は、はい、あのチームクノワンで一番最初に結成されたクノワンリンっていうユニットがいるんですけど、実は、私がそこに入っておりまして、はい、そこではちょっとイケメン女子っていう感じで
やらせてもらってます。ちなみに今日は今日はおしとやかな三女でございます。髪もね、ちょっとライブでね、ちょっと可愛い感じで、はい、女性らしく、はい、そんな四姉妹お送りしておりますけれども、はい、まあ、メンバーもね募集してるのかな。そうなんですよ ね、 ね、地方創生ですから。そうですね、いろんなところにいろんな国版が欲しい。そうなんです、うん、そういうことで、はい、新メンバーも適宜募集中でございます。はい、はい、それではですね、ここでちょっと、まあ、クノワン、せっかくね今日ミオが、パーソナリティなので、はい、ミオのことをもっと知ってもらいましょうということで、はい、名前の由来をちょっと説明しようかなと思うんですが、クノワンミオ、改めて今はアルファベットで MIO と書いていますが、うん、漢字だとユーストだとね漢字が見えるようになっていますが、さんずいにあの0、0っていう字を書いてミオと読みます、うんうんうん、どういう意味なんでしょう。まあ、簡単に言うと水路みたいな意味があって、船が通るところであったりとか、そういった水が流れていくような様子、うん、その場所っていうところがミオの意味になってきてますね、うんうんうん、あとはその漢字一文字でミオっていう風に読ませる唯一無二の漢字。あー、かっこいい。かっこいいね。かっこいい。唯一無二っていうのがね、唯一無二いいですよね。クマの中でも唯一無二のミオ。あー、ね、そうですね、まあ、4人いるっていう意味でも唯一、ね、確かに人数的にも一番多いユニットになってるのかなと思うんですけれども、あとミオってこう、響きの可愛らしさから女性の名前でつけるのも結構人気の高い感じで、あ、ね、女性らしさとか、はいはいはい、みずみずしさとか、うん、みずみずしさ大事ですね。持ち合わせた我々は4姉妹それがこのクノワンミオっていうわけです。いやー、もうね、いい名前ですね。いい名前です、いい名前です、覚えてくださいね、ミオです。はい、ミオです、よろしくお願いします。お願いします。はい、そんな感じで、まあ、ミオの名前をここでご紹介したんですけれども、はい、先ほど音楽ユニットですということをね強調してね説明したと思うんですけれども、まあ、そんなミオもおりますクノワンですが、もちろん音楽ユニットということで音楽の特徴もねありますよね、実は。はい、で前回ですね、お聞きの方で、あの気づいた方もね、もしかしたらいるかもしれないですけど、オープニングでかかっていた楽曲、とある楽曲ね、でこちらの楽曲はですね、別のチームでも実はね同じねボケが使われていてね、はい、でクノワンの音楽の特徴として、和ロックっていうジャンルの特徴としてはバロックなんですけど、その他にバック音源が共通で、メロディーとか歌詞はユニットごとで自由にいじって変化させていいよ。それがですね、ちょっと変わったスタイルなんですけれども、そういうスタイルをとっておりますというところが特徴になるんじゃないでしょうか。はい、はい、ということでね、またおや、あらあら、曲がかかってきましたね、はい、お、あれ、これはどういうことかな。お、あれ、お、かかってますね。これは例のあれですかね。例のあれですね。ですよね、例のあれですね。例のあれ、タイトルは何ですか。音が入ってないね、これ。あ、ほんとだ、そうだね、ボケだね、うん、うん、歌が、漢字の歌が聞こえてこないですけれどもそわそわするね、そわそわするね、いやー、そう、こういうオケをね、うん、ライブステージでもそれぞれのユニットが使いながら、うんうん、我々はですね、ちなみにこの曲タイトルは、まあ、元はね高層化というタイトルなんですが、はい、まあ、私たちの場合はそこにエターナルラブと、かっこいい、エターナルラブと、かっこいいね、サブタイトルをつけさせていただいておりますが、はい、そんな感じで今日はですね、まあ、せっかく4人いて、うん、いろいろライブもね、まだ本数は少ないですけど、はい、まあ、歌の経験も積むと、うん、はい、そんな時期ですが、はい、このラジオで、あ、なんと、あと、アカペラ披露、まさかのあ、OK OK ですか、 OK かな、声出しは大丈夫かな。音、ああああああ、いいね、こう、うん、はいはい、はい、いいですか、はい、はい、大丈夫です、ここでね、はい、はい、私の魔法の忍術で、はい、魔法の忍術って意味が分かんないね忍術で音を出してますけれども、はい、はい、これが最初の音ですけどね、はい、今日は
アカペラで、はい、この構想がエターナルラブをお届けしようということでね、はい、やってみますか。早速そうですね、はい、いきますよ。はい、さよならだけ残した私をどうか忘れて、あなたの幸せ願っている、それだけでいいから、ルルル。聞きました、皆さん。さっきのオケと脳内で合成しておいてください。あ、お願いします。そうですね、いやでも合成したものといえばやっぱりラジオ、ラジオじゃないね、ライブに来ればね、そう聞けるから、そうなんですよ。間違いないですね。間違いないですね。え、私たち今までライブは何回やったんだっけ。あれ、何回だろう。11月23が初めてデビューですね。デビューライブ2回目がこの前の11日月曜日のどこですか。クラブチッタ、クラブチッタ、はい、大きかったね。2回目ですよ、あの大きい会場は。やばいです、楽しかった。楽しかったですね、はい、会えましたね、はい、もうぜひね、次回は皆さん来ていただきたいなと思います、はい、うん、けれども、うん、はい、そんな感じで音楽もお届けしつつ、はい、ここでですね、ちょっと、雰囲気を変えて、はい、お便り紹介の時間にしたいと思います。イエーイ、はい、イエーイ。今日はですね、あの番組へメッセージをですね、はい、ちょっと直前だったんですけど、はい、あの募集をさせていただいて、今日はですね、そのお便りをちょっと紹介したいなと思います。はい、はい、それではゆりこお願いします。はい、いただいてるんですけども、なんたくさんいただいたんですけども、ちょっと今回時間の関係でちょっとだけしかご案内できないんですが、まず、はい、くのみお大好きさんから、おお、はじめまして。ライブにはまだ行ったことないのですが、はい、初回のラジオから聞かせていただいているものです。ありがとうございます、今回メッセージ募集ということで送らせていただきました、はいはい、早速ですが質問です。メンバーの皆さんのそれぞれの身長とお誕生日を教えてください。おお、はい、身長はねさっき言ったけど実は私さっき言わせれちゃった。あ、そっか、じゃあゆり子からにしよう。はい、あ、逆から。せっこ、せっこ女子はですね、156センチ。あ、かわいい、かわいい、かわいい。私の誕生日は7月31日獅子座です。おお、夏だね、夏だ、盛りですね。はい、じゃあちょっと逆回しに、逆回しで、はい、じゃあ三女アスカいきます、はい、先ほど身長言ったんですけども165センチで、誕生日が冬の1月9日です。もうすぐなんです私。おめでとう、ありがとうございます。はい、はい、続いて次女キリンです、身長は先ほども言いましたが182センチ、もう一回言います、182センチ、すごいすごい。ちょっと規格外なんですけれども、誕生日は8月25日乙女座です。お、乙女座、乙女座、おっ、ここね、長女ミモニーですね、身長170センチ、はい、誕生日は9月18日お乙女座です。わー、すごい、7891。あの本当だ、前後半年間のお祝いメッセージとかを受けてますので、そうですね、そうですね、ぜひぜひどしどしください。そうだね、はい、はい、そんな感じでしょうか。はい、では次の質問、はい、お次はですね、ちほたんさんからのはい、ありがとうございます。こんばんは、12月11日のライブお疲れ様でした。ありがとうございます。11月23日のお披露目ライブから格段にパワーアップしているのがすごく感じられて、見ている私もすごく楽しかったです。お、はい、今回も一緒に応援していきますね。ではメンバー全員に質問です、はい、それぞれのメンバーにここを直してほしいというところはありますか。来ますね、来ますね。直してほしい、直してほしい、直してほしい、え、お姉様ございまして、長女的に、あ、怖いな、長女的にですか、難しい、お姉様どうぞ次女は、はい、なんだろうね、なんだろう、身長、え身長変えられないところになっちゃう感じ。いやでもね、なんかね、会場によっては手ぶつけたりね、ちょっとね、振り付けでね、ステージ上手ぶつけちゃったり、天井の高い会場様でぜひ、ね、でもちょっとそれ直せないか、難しいかもしれない、難しいね、はい、進むのは難しいね、まあ、うん、ありがとう、いつも綺麗にまとめようとしてる。はい、アスカはね、はい、何ですか、な
なんかね、来られる前提のものだった。いやでもね、アスカねないんだよね別に。本当ですか。まあ、しいて言えばなんかもうちょっと意見してもいいかもしれない。あ、ちょっともう皆さんの意見をファッと言っちゃう。そうそうそう、ちょっと姉にいやそれおかしいんじゃないですかみたいなこと言うとおできるなって思うかもしれない。なるほど。じゃあちょっと、はいはい、よろしくお願いします。わかりました。お姉様が言うなら分かりました。はい、そしてゆり子はね、はい、雨を降らせることかな。はい、いや雨女なんですよ。いやすごい。確かに、いや、ね、正直申し訳ない。あ、そう、練習の日とかいつも雨降るの本当やめてほしい。ピンポイントで雨降る。そうなのね。前後はもうカラッカラ晴れてるのに練習の日だけそう練習の日の朝昼は晴れてて練習時間になったらそう、それなにこれ、特殊能力ですね。ちょっとね、すごいのかな。その位置でもあの水遁の術が上手い方の忍者だから。あ、水と仲良し的な。なるほど。どうしても呼び寄せちゃうので、ちょっと今後は控えてもらうようにお願いします。そうしてください。水の神様に、はい、お願いいたします。はい、逆は逆、長女に対してはないんですか。ドキ、お姉様に対してドキ。写真写りが非常に悪い。ひどいよね。そのコメントはひどいと思うんだけど。いやもうね、絶対、いやこれはライブにぜひね皆さん来ていただいて本人を見てその場でフライヤーを見てあれって思っていただけるといいかなって感じなんですよ。誰かのこれ、そう、あれおかしい、さっき見たあの、え、あれ赤い人これだっけみたいな。もったいないので。わかりました。積極的に写真で魅力をより伝えていけるように。自撮りして、自撮りしてですね。めっちゃライトとかで。わかりました。アスカは、あとは、あ、この前衝撃的なことがあって、はい、あのコンビニのおにぎりあるじゃないですか。あれを実はミモお姉様開けれないんですよ。衝撃じゃないですか。クルッてしてこう両端シャッてする。え、これどうするのって言われて、お姉様大丈夫、1,2,3って書いてあるタイプ。そうおにぎりあるある。ちょっとまだ現代に溶け込めてないんだから。そうあえてね溶け込まないという選択を取ってるんですよ。そうなんだね、お姉様。そうなるほど。これね忍者だから。なるほど。そうちょっと納得しましょう。はい、忍者って言葉便利だな。ゆり子は、そう、お姉様ね、もうちょっと自分を大事にしてほしい。どういうことですか。あの、いや、デビューライブの時、あのいらした方は目撃したかと思うんですけど、出はけの通路で思いっきり足を踏み外しました。ザシャーンって音が、足元にすごいちゃんと白い矢印がついているにもかかわらず、危ない。そこを離れたところを歩きガシャシャーン。申し訳ない。もうね、まだ青あざが残ってます。あ、そう、本当に、はい、やばい、まだ実は傷となって。あら、もっと自分を大事に大切にしよう。反省します。ということで、それぞれのね、はい、あの個性豊かな4姉妹でしたけれども、はいはいはい、ちょっと時間もねもうちょっと限られてきてるので、はい、早い、はい、早いですね、あっという間。はい、そんな感じで、ではですね、今後のちょっとね活動のお知らせをね、はい、させていただこうかと思うんですけれども、はい、ではまずライブの告知から、はい、アスカからお願いします。はい、ですね、年内ラストライブとなります。12月27日水曜日、はい、なんとチームクノワンフェスタボリューム2を開催いたします。イエーイ、おめでたい。ライブです。場所はですね、中野スペシャルカラーズっていうところでして、お値段がなんと破格の1,500円。安い。これは来るべきじゃないかと思います。でですね、オープンが、19時20分スタートが19時30分と、うん、夜のステージになりますので、はいはい、ぜひぜひ皆さん来ていただきたいなと思うんですけども、はい、来てください。はい、そちらの予約的には SNS でURL があります。予約のフォームがありますので、そちらで飛んでいただけると予約ができます。はい、お願いします。お願いします。はい、では、最後ね、皆さんへ応援してくださる方への、メッセージをじゃあキリンからお願いします。はい、川崎 FM ドリームキングダムをお聞きの皆様、久野庵美代です。まだ2回しかライブをしていない私たちですが、また先ほど紹介あったように27日もライブがありますし、来年以降も積極的に
ライブなどで皆様と一緒に盛り上がっていけたらなと思っておりますので、皆様今後とも応援どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。はい、そんなわけでね、はい、もう終わってしまいますけれども、すごい、はい、時代は幕の番第3回お送りしましたね。はい、はい、時間はちょうどいいのかなぐらいですかね。そうですね。お、ちょっと余ってるのかな？おかな？ちょっと余ってるかな？まだ頑張れる？お、じゃあゆり子からもメッセージ一言。お、あ、じゃあ、そうですね。我らくの一として活動を始めさせていただいたばかりですが、まだまだ来年もいろんなところでいろんな活動をさせていただく予定でございますので、うん、今回初めてこのラジオを聞いた方も今後の私たちの活動にぜひ活目していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。あとはですね、お知らせとしては、うん、1月ぐらいにホームページもね、うん、お徐々に今ちょっと準備をしているので、はい、そちらで、チェックをしていただけると嬉しいです。またちょっと SNS とかでね告知しますので、ぜひ見てください。はい、それでは、今日はですね、ドリームキングダム時代はくのわん第3回お送りいたしました。それでは最後、楽曲紹介を、ゆり子お願いします。はい、では聞いてください。くのわんみおで眠らぬ街で。いいのかな、この時間が入るんで。眠たい。でも生なんで終わったら、ありがとう。終わったんです。いいですよ。ちょっと待って。